ゲールは、火星のエリシウム平原の低地の段付近南位5度12分、統計137度18分、南位5.2度統計137.3度、マイナス5.237.3に位置するクレーターである。直径は 154km で、35億年から38億年前に形成されたと考えられている。このクレーターの名前は、19世紀に、 火星の観測を行ったアマチュア天文学者のウォルター・フレデリック・ゲールから名付けられた。クレーターの中央にある山はアイオリス山と名付けられており、クレーターの底からの高さは5500メートルに達する。標高により色分けされたゲールクレーターゲールクレーターが一般のクレーターと異なるのは中央級の周囲が大きく盛り上がっていることである。その高さは 北側のクレーター堤から 5.5km、南側では 4.5km にもなる。この丘は複数の地層から構成されており、こうした地形は20億年かけて形成されたと見られている。その起源は未だはっきりとしていないが、研究ではこれらの地層は、もともとは固定に堆積していた可能性があり、一度クレーターが完全に埋まった後に堆積物の層が侵食され、 その名残が丘となっているのではないかという説が提示されている。しかしながら、この説については未だ議論が続いている。観測では丘の上部に風性作用を示唆する社交総理が見られている。しかし、下部についてはよくわかっていない状態である。ゲールクレーターは、火星上の難易5度12分統計137度18分、難易5.2度統計137.3度、 マイナス5.237.3に一致している。近隣に着陸した探査機では、スピリットが、南位14度34分、統計175度28分、南位14.57度統計175.47度、マイナス14.57、175.47、バイキング2号の着陸機が北緯47度56分、統計133度44分、 北47.93度統計133.74度47.93133.74である。侵食された中央球の側面から地層の研究が可能と考えられており、ゲールクレーターは NASA の火星探査計画マーズサイエンスラボラトリーの着陸地点として選定された。同計画の探査者キュリオシティは、 2012年8月6日に中央級アイオリスさんの隣にあるアイオリスパルスのイエローナイフクアド51に着陸した。9月27日には過去にこの地域に広範囲にわたって水が流れていたことを示す証拠が発見されている。2014年12月に NASA はゲールクレーター測っては何千万年にもわたって湖だったと考えられ、長年の風化によって アイオリスさんの侵食された地形が出来上がったと考えられると発表した。キュリオシティが映したロックネストと呼ばれる砂地のエリア。前方にアイオリスさんが見えるゲールクレーターは MSL 以前にも2003年のマーズエクスプロレーションローバーで候補地として選ばれており、またエサのエクスオマースでも候補地の一つとして挙げられているキュリオシティが映したアイオリスさん。ありがとうございます。